皆さんこんにちは、監督でーす。ソルスでーす。今回は、スモートリドリームスっていうゲームをやっていきたいと思います。はい。このゲームはですね、なかなか特殊な物理エンジンを使っておりまして、奇妙な動きをする力士二人が、お互いの全てをぶつけ合うという素晴らしいゲームになっております。はい。はい。やっぱここはね、やっていきたいと思うんですけれども、見た方がいいんじゃない？そうだね。うん、説明されてもスモートロって感じになるし、うん、このね、フィールドには土俵もあるので、スモ取るように思えると思うんですけど。そうか。そうじゃない。なんかあまりにも不思議。まあ、とりあえずやっていきましょう。カクカクしてるよなって思う。まあ、一応ね、操作はできるようになったということです。で、スモが始まるんですけど、なんかね、この不思議な動き、ジャンプできるの。ずっと下を着てみ。ね。一応ルール上は先にやっぱ地面ついた方が負け。そうですね。土俵に出ても負けなの。まあ、そういうことになってる。一番ノーマルなルール。十字キーで移動させつつ、うらお互いに。あ、強い。ああ、しょ。え、嘘。例えばエンターとかシフトで張り手が出せるということになっております。その、なんか、引きやらなきゃいけないっていうのはありやね。そうだね。お互いにね、ちゃんと手をつけないと。ゲーム始まる。とよしおかしいな。少しの操作で落ちるからね、こいつら。さあ。これ何本選手な、おっと。え、何したの、わかんねえ。下押し続けてた。そっか。仕切りが一応下だから。そう。ちゃんと、でも手を離さない。一撃必殺ってないのかな、あさっきのさ、ロケットみたいなやつさ、もう、前方にやればいいのかな。こんなん相撲でやったら反則でしょうよ。一回近づいてみよう。幼少どころじゃない。横綱審議委員会さん。あ、辻、やばい。さあ、五本選手で勝ちらしいね。嘘だー。今の同着なんじゃない、カメラ判定。何よりも正確だと思うんだけどな。この、パソコン上だし。よし。上っていうか、何なの、前なの、バックスペースで両手あげて。おー、綺麗な勝ち方だと思う。なんかこういうのね、学生時代によくやるやつ。手で押してさ、手押し相撲って。ああ、やる。おっ、よっ、おー。投げられたら面白いんだけどね。投げれたら最高じゃない、やばい。タイミングめき使わないと、基本そのままコントロールしきれずに倒れる。ま、歩くのは左右押せばいいの？左右でバランス取って、前で。で、頭突き。ああちょっと待って、これ。なんだ？もう戻れないんだよ。ああ、神ゲーですな。いや、これは神ゲーとしか言いよう。これも、モザイクがかかってると思いますが、ディスクトップには。一回ね、落とさないと。落とさないと、できない。ゲームが開始できない。いや、このパソコンが悪いのかもしれない。いや、そんなことはないと思うけど。パソコンが悪いんだと思う。むしろもう一回、再度起動し直しますよ。なんとね、2007年くらいの、なんかわかんないけど、パソコンゲームの賞をこれ取ってるらしい。2007年なの？ 2007 年とかじゃなかった。すごくない？そう。当時の最先端クオリティズモだよ。ほら。おし。よし。くそ。耐えた。じゃあ僕はね、力士だと、地方大会大好きでしょ。あれ？地方大会。地方大会。シングルプレイヤーって何だろう、これコンピューターと戦うんじゃない？おぉ。頑張って。こいつらコンピューター。行くぜ。これ操作、これでいいのか。
あれ？すげえぞ。いや、負けた。え？俺が青だから。めっちゃ来るじゃん。返せよ、こいつ。強いぞ。なんで、なんで？全然負けね。あー耐えらんなかったー避けた方がいいんじゃないのそんな、よっぽどのバレの高等テクニックこれにはできないよ。あ、またダメか。負け判定早くなかった。確か、膝ついたらダメなのかな。もう、それこそさ、先制攻撃、突っ張りをもうボンって。ボンって。ダメなんだよね。強くなんないといけない。まあ、最後、本気でやるか。今までの経験は全部ですけど。ふざけなしで。ふざけなしで。ふざけなし。今日、いなかった。ふざけてないですか？いや、ふざけてないです。大丈夫ですか？おら。ああ、常に本気。八百長はなし。もう動かないっていうのはね、結束になってくる。ほら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 。ほらほら。心理かもしれない。ってことを踏まえて。踏まえて。第3戦目。動かないぞ。どうだ。あったあれ、これ動かないの。嘘だろ。書きます。動かずに勝てるんじゃない？一回でも頭突きをかましたいな。ちょっと待って。これ。一回頭突きかましたいな。しゃがんで。もう負けらんないぞ。ほら、ほら。よし。あれ、しゃがんで前。しゃがんで前に押し続ける。しゃがんで前。あれ？いや、無理じゃねえの。無理なのか、しゃがみと前ってなんか共存しえないの。無理じゃない。これ取ったら勝つぞ。うら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 。あー、頑張れよ。これ、なんか、ゲームオーバーの後もさ、うん、動かせれるよね。ほんとだ。てか、立ち上がってきてる、こいつら。結構まだ遊ぶよ。あ、もうこれ無理じゃん。あ、立ち上がって。最初からその動きをしろよ。これどうやって乗るの？あれでも、こっちは動かないけど。こっちはもう動けられない。動かせられない。よし。え、これ土俵の上に上がれば、もう一回スタートみたいな。ここだけ人間っぽいんだよね。足もみたい。土俵が上がれないと思うんだけど。これなんで動けないの？そうだ。いや、無理だ。なんか、あれ？痙攣してた今。ちょっとやめようか。ということで、相撲取りドリームスをやってましたが、難しいね。敵に勝てるようになってほしいな。もうちょっと練習すればシングルプレイヤーゲームもどうにかなるのかもしれないですけど。まあね、暇な時に人もやってもらえればと思いました。結構簡単にできるよね。そうだね。なるほどでしたら、ちょっと落ちやすいのかなって思うんですけども。あのボタンを押しすぎない。そう。シフトとか、こう連続で、押しちゃうと何か出てくるんで。うん、ということで、今回は、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。フォルスでした。監督でした。